ラザーロル,ルドビゴザメンホフは、ユダヤ系ポーランド人で、職業としては、眼界。人工言語、エスペラントの創案者。本名は、エリエゼル・レビザメンホフ。ファーストネームは、少年時代は、エリエゼルのイディッシュ語系レゼルと、そのロシアン語系、ラーザリもしくはラーザリ・マルコビチを併用し、大学以降は、レビの欧州語大妖名、ルードビクとルードビク、そして1901年に、 エスペラントで、ルドビーコと名乗り、ドクター・エルエル・ザメンホフと署名するようになったも、医師であったため、弟のフェリックス・ザメンホフも、エスペランティストとなり、フェスの筆名で兄を助けた。ザメンホフは1859年に、ポーランド北東部のビャウィストクで生まれた。当時、ポーランドは、帝政ロシア領で、町の人々は4つの、主な民族のグループに分断されていた。ザメンホフは、 グループの間に起こる不和に悲嘆し、また生き通りを覚えていた。彼は、憎しみや偏見の主な原因が、民族的、言語的な基盤の異なる、人々の間で、中立的なコミュニケーションの道具として働くべき、共通の言語がないことから起こる相互の振り返りにあると考えた。ワルシャワの中等学校に通いながら、ザメンホフある種の国際語を作ろうと試みた。それは、 文法が非常に豊富な一方で、大変複雑なものでもあった。ザメンホフは英語を学んだ際に、国際補助後には、動詞の認証変化は必要ではなく、比較的簡単な文法を持ちながら、この新しい形を作るのに、説当時、設備時を幅広く用いるようなものでなくてはならない、という構想を固める。1878年までに、ザメンホフの リングベ・ウニベルサーラはほとんど完成しかけていたが、若すぎたために著書を出版することができなかった。卒業後すぐにザメンホフは医学を、最初はモスクワで、次にワルシャーで学び始める。1885年には大学を卒業し、眼科医として開業する。患者を治療するかたわら、ザメンホフは国際語の計画を進める。ザメンホフは、 国際語を述べた著書を出版すべく2年にわたって基金を設立しようと心を見るが、後に妻となる女性、クララ・ジルベルニクの父親から経済的な援助を受けることで、その必要はなくなった。1887年には、ドクトロ・エスペラント、リンボ・インターネシャ・アントパール・コッチ・プリーナ・ラーノ・リブロを博士、国際語、序文と完全なテキストと題された著書が出版されることになる。 ザメンホフにとってこの言語は単なるコミュニケーションの道具ではなく異なる人々や文化の平和的な共存という自らの理念を広げる手段でもあった。ザメンホフは1917年にワルシャワで心臓病のために亡くなった。ザメンホフはカズオ次女に恵まれたがいずれもホロコーストのために命を落としている。特に辞女のリディアはバハイ教徒として 不況活動をする傍ら、エスペラントの翻訳活動を行った。ザメンホフの家族のその後については、家族の中でただ一人ホロコーストから生き延びた孫の、ルイ・クリストフ・ザレスキ・ザメンホフの著書、ザメンホフ通り、エスペラントとホロコーストに詳しい。ザメンホフの著作全集は、伊藤漢字らの編集により出版されている。ザメンホフは、エスペラントの文学的表現を高めるために、 積極的に文学作品を翻訳した。ありがとうございます。